俳優の石黒賢、54、が20日、フジテレビ、特ダネ、月曜から金曜全8000に生出演。新型コロナウイルス感染者が謝罪していることについて、もうやめないかと思う、と主張した。石黒は、僕の個人的な意見ですけど、と断った上で、コロナに、かちゃって、ごめんなさい、とか、感染者が出たところの組織の長とかが、表立ったところで謝罪するのは、もうやめないかと思うんですよ、と意見した。番組では、コロナに感染したフリーアナウンサーの赤江珠緒、45、が、自身が体験、気づいたことを6つの項目で示していたことを紹介したが、その中で、感染者が陰性となり社会復帰した場合の社会復帰と、世間の理解について、という項目に触れた石黒。赤江さんが心配してらっしゃるように、戻ってきた時に差別を受けるんじゃないかって、と口にし、誰でもかかる可能性があるわけだし、それでかかった人が辛い思いして。かわいそうすぎるというか、明日は我が身だよと思う、と語った。